森家姉妹対抗大運動会、イエーイ、イエーイ、始まりました。始まりました。どうもベイビーロックの工藤舞です。ヤバッチェノノです。二人合わせて工藤家の姉妹です。姉妹です。一女と四女じゃねえや、三女だ。三女ですね。三女だね。三女、親入れたかな。ママ入れた。違う、うちの弟も妹にしちゃった。そういうことか。そうということで、今日の実戦は、昼からなんですよ。ちょっとイレギュラーな感じなんですけれども、はい、で、もう早速台の方を抑えてきました。抑えましたね。何抑えましたか。ラグランジェ。ラグランジェ。はい、あの打ったことないみたいなんですけど、多分化け物語が好きだったらゲーム性的には結構好きだと思う。で、最近引きも戻ってきたって聞いたからいけるんじゃないかな。頑張る。頑張れ、頑張れ。姉はですね、はい、8リスク絆の方。絆ですか。1台空いてたので恐れ抑えました。っていうかもうほとんど本当に空き台がない状態なんですよ。そうですね。まあ、この間は朝一だったので、まさかの2人とも朝一 A タイプという。結構ね、突っ込まれたよね。そうね、タイプかよ。でもまあ結果はちゃんとプラスで終われたので。そうなんです。そしてですね、もうじゃあ早速おさらいの方をしたいんですけれども、はい、今のところ工藤家、白鳥家ともに1回ずつやっております。で、今のところですね、見てください、はい、ちょっと競技成功ポイントでだいぶちょっと白鳥家が頑張ってるかなといった感じなんですけれども、すいませんね、私の引きですね、この50枚ね。今のところ工藤家がプラス1031枚で、はい、白鳥家がマイナス244枚。まあ今の機種結構吸い込みも早いですから。早いし出るのも早いしね。出るのも早いけど吸い込みも早いから1700もあるからといって余裕をこいてたらすぐ抜かされちゃいますよ。運動会もそうだね。気抜いてこう走ってたら後ろから抜かれちゃう。そう、油断大敵。そう、油断大敵ということで、今日も気を引き締めて仲良く乗り打ち頑張ってまいりましょう。仲良くね。ちゃんとこれ聞いてね、反応してね。そう、この間反応するの忘れちゃってたんだよ。結構しかとしちゃってたから。よく聞いてないからさ、もうこれ何の意味のイヤモニだろうみたいな。よく言われた。白鳥姉妹は会話になってるけど、工藤姉妹は会話になってない。完全一人暴走みたいな感じなのね。で、今回も仲良くやってまいりましょう。それでは実践行ってまいります。行きます。パチンコ416台、スロット256台設置しております。提携駐車場もございます。大宮駅西口からすぐ。で、やめてた絆の方に狙いを定めたわけなんですが、今のところ、まあ、そんなに見えてるところのスナップグラフではあんまりはまってないかな。バジリスクチャンスはあんまりバジリスクタイムには入ってないのか。はい、着地。最近ね、何打ってもダメダメなんですけども、魚こそ何にでも立ち向かえるんですけどね。ではリンでのラグランジェ初打ちです。わかるかな。温かい目で見守ってください。いきます。なんかさ、前回さ、一人で喋りすぎたからさ、今回すごい静かに見えるよね。こないだ俺得意だったもんね、ピージャグラーね。喋ることいっぱいあったもんね。そう、今回何も知らないもんね。今ゲーム数どれぐらい。205ゲーム。あ、205。うん、順調だね、やっぱね。モードじゃない、ステップ上がった。一番上の人行ってもね、ステップ3まで行ったら暑いでしょ。うん、暑いけどよく外すよ。あらら、これダメじゃない。よくわかんないね。暑いの、これついてるから暑い。どれ。おお、これ外したら私の引きが弱いよ。
欲しい、4つ半。あ、いいじゃん、いいよ。いかにも強そう。もうちょっと、もう負け物いけない。ブルブルしてない？イエーイ、当たった。早っ。これ217ゲーム当たったね。投資200枚です。やったよ。これでビッグかレギュラーかってこと？そう。これ何？押し順を当てればいいのね。どうし、押し順っていうか違う、それどこがいい？何択かな、何択かがあるんだけど、それ当てたら失敗してるじゃん。ストックの抽選がある。聞いてる？これダメじゃない？聞いてる？ねえ、聞いてる？のののの、聞いてねえよ。またあいつまた聞いてない。おい笑わないで。おい聞いてない、聞こえてない。レギュラーボーナス昇格チャレンジ。あかん。これどうなればいいのかな。ラスト5枚。53枚。あれ、押し順当ててたの。ごめんなさいね。さて、こっちは天井行くのかな。天井？天井。そんなマイナスなこと言わないで前向きに行こうよ。待って、天井500じゃん。今何本？270。いや、その前にやってよ。天井行った方がいいって。なんで？天井行きたいの。そういうわけじゃないでしょ。行ったら AT 入りやすいとかあるんだったら天井目指すけど、天井別にない。AT 入りやすいとか。10回スルーしたら、ね、無理無理、まあ、今まで1回10回スルー味わったことあるもん。じゃあ早く当てるのに、あ、追加投資早く当てるのに宣伝しよう。宣伝してるわ。全然何も起きない。呪文唱えて。マハリクマハリタ。何それ？何それ？ジェネレーションギャップ。マハリクマハリタタッタラタッタッタ。ほらでも言葉はわからない。スカディは分かってくれたよ。本当？マハリクマハリタヤンバリヤンヤンヤン。ヤンバリヤンヤンヤン。ヤンバリヤンヤンヤン。何それ、変なの。やだね、平成ってやだね。平成バカにするでない。バカにしてないよ、羨んでるだけだもん。あ、羨んでる。お、復活復活。あったあったよ、イエーイ。182ゲームさて、またこれ押し順でしょ。苦手だ。はいはい。189ゲームレギュラー。500ゲームいきました。お、本当に行っちゃったんだね。天井いい音
いい音だけど天井だけどな。はい、1万6800万円使っちゃったよ。6000円、1万6000円あららら。のの頑張ってくれ。ののももう9000円使ってる。嬉しくご購入いたします。あお、500人悪くはない。何もないんだね。何ですか？レア役確率5分の1。超高確率抽選。それビッグ？え、レギュラーだよ。また？やばいね。おい。あ。引けた引けた。入った。入った入った。バジル引くタイム入った。あ、ブルブルしてる。ブルブル聞いてね、うちの妹。やっぱり今回もイエイ。3ゲームやったね。一緒に喜びを勝ち合ってくれないよ、うちの妹。ダメなのかな、これ。聞いてねえし、やっぱり。頼む。あれ、ああダメ、ダメか。うっそー。はいはい、3連続。一番いけてないやつです。マジか。あ、今日ベルいっぱい引いてるぞ。バジリスクタイム入ったってこと？言った。入ったって言ってたよね。無反応だったよ、うちの妹。ごめんなさいね。ちょっとね、初打ちだから全然わからないからさ。巻物だね。よかった、超ギリ。お、しかも同色。終わり。また一からが。おー、なんもない。あ、イエーイ、乗ったー。ちょっとだけ一安心。頑張るよ。4六か。あー、
けたよ。これ教授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 だよ。ブルブルしてない、してない。最後に引けたけど、これが当たるかどうか。当たった。イエーイ。49回転。やったね。当たった？当たった。ちょっと見た。見に行こう。おねねねね。見に行く見に行く。押し順当ててよ。ちょっと見に行く見に行く見に行く。喉これ苦手や。これはだからこれの抽選をするだけで当たったら絶対もらえるわけではない。ああもう残念。でもね見て、こっからやったけどもう4回目だよ。やばいね。バルで言ったらこれ、ニューアイムで言ったらこれ、あの高設定じゃない。そう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 高設定。これビッグだったらいいな。そろそろビッグやってくんないとね。やば、昇格チャレンジあるかもしれない。ない。お姉さん、お姉ちゃん、ずっとベル続けばいい。あ、ダメだ、もうダメだ。ほらほら、え、逆。もう一回カットに出して。ねえねえ、そんな感じ。まあ、300枚ぐらい。え、そんな出てんの。私、さっきからこんなんなんだよ。頑張れ頑張れ頑張れ、大丈夫、当たりがあるから。ちっちゃい手、ちっちゃい手、頑張ってください。頑張ろう、頑張れ、頑張る、頑張れ。はい、じゃあね、さすがにラグランジェのレギュラー続きはきついね。